今回は販売車両の情報です。もう今なかなか手に入らないハレダビッドソン、どの車両でも手に入りにくいかもしれないですけど、今販売中の車両がこちらありますので紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは販売車両であるローライダー S ですね。 FXLRS、今現行モデルです。2020年モデルのローライダー S ですね。こちらがなんと今販売可能となっておりますのでご紹介させていただきたいと思います。仕様は至ってシンプル、純正、ほとんど純正ですね。マフラー純正で、エアクリーナーも純正ですね。これはカバーかかってますけど、紙純正のエアクリーナーついてます。であと何点か変わってるところで言うと、まずフェアリングですね。こちらハーレー純正のフェアリングです。純正のフェアリングイコール皆さん想像つきますよね。価格の方はちょこっと高いですね。であとは細かいところで言うと、ウィンカーのレンズが変わっていたり、フュエルタンクキャップ、こちらですね、フラッシュキャップでしたっけ、あの沈むやつ、ポップアップのキャップですね。純正の、はい、はい、がついてます。であとはナンバーのレイダウン、純正よりかは少し後ろがスマートになっています。あとは見えないですけど、こちらも ETC 純正でも装備されていますので、もうそのまま高速道路も楽に使っていただけます。こちら走行距離がこちら3700キロ。もうまだまだ、なんて言えばいいんだっけ、低走行の車両ですね。極上です。極上のローライダー S 入荷してますので、もうほぼ新車です。大きな傷一つありません。転倒できありません。何もまだヒゲが残ってますね。もうヒゲが残ってますね。こちらの車両、これからですね、グーバイクの掲載だったりまだ始まりますので、あとブログ等ですねも順次掲載していきますので、気になる方はチェックしてください。まあね、このトレンドのパーツもいっぱいありますしね。あ、こういうのをつけて、はい、こういうのをつけてチューニングすることもできる、ね、まあ、バレバレの強みですね。そうですね、はい、もうご希望のスタイルに合わせて完成後納車というのも可能ですので、ぜひお問い合わせください。こちらの価格、乗り出し300万円となっております。300万円ですね。もう乗り出しです。もうああいう手続き系のお金だったりとか、ああいうあと納車の点検整備ですね、まあ、うちは納車するときに10種類オイル、エンジンオイル、ミッションオイル、プライマリーオイルとか、ブレーキフルード、まあ、クラッチフルードもあればクラッチフルード、そういった種類は全て交換して納車していますので、そういった整備も全て含めてこの価格となっていますので、気になる方はぜひお問い合わせください。じゃあご検討の方はお早めに。そうですね、今すぐ欲しいという方はもうお電話ください、はい、お電話の方がいいです。はい、お問い合わせ先はどちらですか。そうです、こちらです。もうお電話してくれた方で車両を押さえますんで、はい、それでは